左手を持って、親指が下側になるように持って、端のロープが奥側になるようにしてね、こうじゃなくて裏側になるようにして持ちます。で、その後このループを手前にかけてね、手前にかけて裏で受け取ります。こうね、手をひっくり返して、手をひっくり返して、で、ここのね、指でこれを受け取って、で、締めます。こうね、あとはここのね、まあ、一応ちゃんと締めてですよ。締めて、ループに端を通して、で、煽り板にかけて、ギューッと引いてやったら、これ、倍力システムのね、固定するロープワークができるんですよ。